今日も無事一日が終わろうとしております。晩酌のお供の動画を、今日も、紹介したいと思うんですが、ね、昨日のあのブログで、ね、努力の結晶という書き方をしましたけれども、今まだこの株はですね、これなんかちょっと鳥に突かれたみたいなのもありますけども、これからあの大きくなっていくと思うんですが、この樹勢のしっかりしてるやつはやっぱりですね、もうこんな美味しそうなのが実はもうできてましてね、今年は甘い、うん、すごく甘いで、鳥がですね甘い、鳥が味を覚えたのでつっつくんですよ。まあね、無農薬有機栽培ね、100% でこの味ができればね、うちは別にプロの農家じゃないんですが、今日もあのお客さんにねこう積んでもらって、タムネコを食べてですね、まあ良かったなと思うわけですけれども、まあここも荒れた場所だったので、いろんなものを植えたり、あそこの防草というふうに名付けた家のですね庭がちょっとこう見えると思うんですけども、あの庭の中にこのランがあの点在して、例えば根にくっついてたの、樹木の根にくっついてると、その樹木を痩せ果ててて、でこれが芋がこういっぱい入ってたんですけども、これあっちにある時はほとんど花なんか咲かなかったのに、ある時一本ポンと咲いたので、これはすごいと思って、あそこに置いておいてもダメかと思って、ここへ持ってきた途端に、これこのありさまですよ。まだ10年経ってないと思うんですけど、あ、そうそう、思い出した。5代目レガシーが出た時ですから、平成21年。10年経つのか。ね。10年経ったんだな。そうですね。としたらですね、今もこのアスパラガスのお化けみたいなのがこうニョキニョキ出てきて、大体、いつもだと、もうちょっとずれるんですけど、この、ブルーベリーも食べ頃だし、間もなく、花も見頃になるということでですね、ぜひあの、ね、中洲張りで車を見に来たら、ついでにですねブルーベリーも食べてってくださいということで、努力の結晶、ね、努力の結晶大事ですよね。その努力の結晶というのが、まさに、この車だと思います。それで、しばらくGTH の EX を紹介してないので、今日はせっかくこの車、昨日今日と借りましたのでね、まだ世の中にはこれにしようか、それとも、ね、フォレスターがいいのかとかね、STI スポーツがいいのかとか、ね、いろいろ迷ってらっしゃる方があると思うんですよね。で、基本的にこれはアイサイト、X がついた車です。アイサイト X がついていて、新世代アイサイトじゃなくてアイサイト X で LCD のメーターになってて、で足回りは普通のタイプというのがこれなんですね。で、まあ、その特徴はいくつかあるんですけど、まあ、あんまり外から見てもですね実は分からなくって、 STI かどうかということに関しては見てパッと分かるんですけども、アイサイト X かそうじゃないかということに関しては実はあんまり、外から見てもですね、まあ分からないというのが正直なところなんです ね。そういうことで、別に僕はそういうことを誇らしげにですね、見せる必要もないと思うので、こういうやり方で十分だと思うんですけども、あのやっぱりスバルも、今回はエンジンを一本に絞って、非常にあの、ね、新しいエンジンを搭載するっていう、もう大英断をしたわけですから、前のエンジンを一切使ってない、まあそれは使えないという事情もあったんでしょうけれども、この新しいいろんな縛りがあって大変ですよね。そんな中でですね、あの 100% ガソリンエンジンで勝負してきたこのスバルの姿勢はすごくいいと思うんですね。で、そういうことですから、まあもっとあの魅力を高めるためには、
何ができるかっていうふうに考えた時に、まあ、やっぱり STI っていうそのブランドを使いたいっていう気持ちは分かるので、じゃあただの STI ブランドのバッジ貼るだけというわけにいかないので、足回りを、開発をしたと。でその足回りの開発をこれまでだとできた車を STI が持って行って開発するということは珍しくないんですけれども、 STI が、スバルの開発側に入り込んで一緒に作っていったっていうのが、まあ、この新型レヴォーグの STI スポーツというものですね。でそうではなくて、これまでのように、前だと GTS と言ってたものがこれで、GT は GT で、この下に同じようにあるという、そういう分け方です。で、その上で、このメーターがあるものに関しては、お客様イズナンバーか遠いね、このメーターとアイサイト X を組み合わせてコネクティングすると、ね、導きとコネクトすると、それから、SOS ですとかね、インフォメーションがここで、絶対触っちゃダメって言われてますねこれ、ね、そういう、あとあの車両情報のやり取りとかそのことがいろいろできるようになってるということですね。あと、このインディビジュアルモードがありません。ですからこのクルーズコントロールの加速レベルとかオートビークルホールドのこういうものはあるんですけれども、ここにある、ドライブモードセレクトというのはこの車にはついてないと、ね、それがまあ大体このレヴォーグの、概略といえば概略です。ギフスバルの杉山君体格がいいからね、ぐーっとね、もうね、彼はアメリカ人並みの体格でしょうね。ぐわーおいったるぜみたいなね、ね、ロックの王者みたいなタイプですかね杉山君は、ね、彼が乗るとねおいみたいなね僕はちょっとダメなので、もうちょっと自分に合わせようとすると大体これぐらいまで出して下げて立てると、ね、そうするとこれぐらいのドラポジで僕にはちょうどいいですね。で、ここで、ね、ミラーを合わせて左右のミラーは OK です。これでエアライトは常時4、エアコン OK、 さあ行きましょうか。それでですね、あのエンジンは別に基本性能は変わりはないわけですけれども、あの足回りがあの ZF の作ったアクティブサスペンションじゃないとそのどうなのという話なんですけど、僕は再三お話しするように予算があるなら割安なので、STI を買った方がいいと思うんですね。で、まあ、その理由はいろいろあるんですけれども、まあ、はっきり言って一番はあのぜひどうせならばあのここでインディビジュアルが選べて、ここを押すとですね、ここにドライブモードセレクトっていうのが出てきて、あの中で一番いいのがコンフォートのサスペンションセッティングがすごくいいので、それを味わってもらうだけでも乗る価値があるよと思うんですね。でもそんなの切り替えもしないと、あのもう車乗ったらそれまでだというお客様がいらっしゃった時に、あそうですかと、じゃあ別に、これでも十分ですし、もっと言うとこの LCD がなくったって車としてはちゃんと機能してるので、こういういわゆる、ね、仮想メーターですよね。本当に針があるわけじゃないですから、でここも針がなくってここで切り替えることがいろいろできるわけですよ。ここをピッと押すとあのここがナビにね、切り替わったりするんです。これなんどうしてナビにならないんだ、ほらほらほらね、こうナビになる。でこの横側もこういろいろと切り替えるわけです。こういうふうにこっち側下とかね、こう変えていく。でアイサイト使ってる時はこのモードがですね、信号をねちゃんと教えてくれますよ。で青になったら行けとピポって言いましたよね。こういうあのカメラの精度がものすごく上がってて広角に見るようになってるし、
そういうところは確かに進歩してます、ね、さあそれで、S で走りますね、こういうその伸びやかで静かな加速をしてくれますのでね、今度のエンジンは本当に気持ちがいいと思うんですけれども、さっきの話がカメラの能力がもう上がっていることは疑いなしですね。ですから、これまでのアイサイトとは能力も何もかも違うんですけれども、その足回りの話に戻りますけれども、この切り替えのできない足回りがダメな足回りかっていうと決してそんなことはないので、それはそれで安心して買っていただいていいです。こういうふうにちょっとですね、コンフォートより、ね、でコンフォートっていうとヘナヘナで、腰砕けのイメージがあるんですね。それはなぜかって言ったら、やっぱり日本にはそういうコンフォートの代表格 のクラウンっていう車がありましてね、でああいったタイプ の日本人が疲れないことを目指した車っていうのは僕はもう全然疲れるんですね、まあ、どこを掴んでるかわからないものをこの操っているような雰囲気があって、でまあ、高速道路のマリさんが乗ってるやつはまた別格なんですけどねシュル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 って走りますからね、あれでシュルシュルシュルって言って捕まえに行きますから、それはそれで柔軟なんでしょうけどね、あれはまあお見それ しましたみたいな能力を持ってますけど、一般的にはねそんなことないですよね。でやもう狙ったラインをシュッてこう入ってキュッて曲がって面白いって言わせようとするとコンフォートっていうのはマイナスだっていうイメージを、これステレオタイプで我々っていうと、他の方に失礼かな、大体僕らの年代、ね、車大好きで、クラウンの良さを知ってる人がクラウンを買うっていうのは全然それは当たり前の話で、そうじゃなくてなんであれを買わないのかっていう人たちにとってはそのコンフォートの位置づけがちょっと違うっていうのがあるんですけれども、欧州のコンフォートって最新のコンフォートって考え方はそうじゃないので、そういうのをこう味わってすごい世界を知ると日本車の遅れてるところがよく見えてきたわけですね。で見えてきたんですけども、こいつがですねそれを見事にトップレベルにですねグーンと引き上げたので、そこがすごいなと思います。で、コンフォートっていうのはさっきから言ってるのは、まあ要するに STI の足の切り替えた状態のコンフォートのことを言ってるんですけども、これはその切り替えがありませんからもう一度繰り返しますが、こいつは STI スポーツに対してちょっとコンフォートよりのノーマルぐらいに近いのかなっていう足回りだと思います。だからとってもいいです、はっきり言って悪くないです。毎日ここ走ってますんでね、だいたいこのもうどういうシーンが流れるかということは全国ご承知だと思いますけれども、この先にバタバタバタっとうねるところがあって、そこをちゃんと走るかどうかで車の良し悪しが分かってくるんですけれども、この車の場合どうでしょうか。初めてです。さあこの先に出くわします。ここです。わあ、お見事お見事。ちょっとなぜセンターライン寄りを行くかというとですね、何かがあった時にやっぱり一番次への対応がしやすいのでセンター寄り行くんですね。それで今ピピって逸脱警報が鳴ったんですけども、この、車に関してはそういう、もう気持ち悪さ何にもないので、ノーマルな足を乗っていただいても全然心配ないです。まあ、あと今横断歩道でね、警報を入れましたよね。立派なことですよ ね。ひょっとしたら人がいるかもしれないっていうことで横断歩道に入っていくことを、ドライバーにね警報を出してましたよね。いやすごいですね、このシステムやっぱり相当ですね進歩してますよね。今実は驚きました。でここの操舵応答性ですけれども、ぐーっと沈み込みながら右の前が今ぐーっ
と進み込みながら、不快なロールじゃないです、ガーッと進み込みながら後ろの足がですねちゃんと掴んでます。こういう粘りがいいんですよ。この粘りが大事です。ぐーっとフロントがこう沈み込みながら後ろがちゃんと離さず、ちょっと初速を上げて入っていくんですね、この登ってるカーブは。そうすると速度が落ちすぎちゃないので、ちゃんと立ち上がりからこう加速していきます。今そこに自転車の、ね、人たちがいますので声をかけておきます。この先文句なしの足ですね。いいものをやっぱり知れば、知ったで、STA スポーツのようなこう切り替えれて、さらにこのカンフォードになるっていうのを、やっぱり欲しいなと僕思うんですけど、じゃあ、これ買った人が失敗だったとは思わないし、とってもいい足なので、胸を張って、ぜひね、胸を張って可愛がってください。良い子だねと。でそれから、まあ、将来的にですよ、長い年月の話ですが、単体で部品を交換するときにはそれ安いでしょうね。まあでもそんなにね、量産品ですから、量産品ですからすごく持ちますしね、今のは、びっくりするような差はないと思うんですがね、まあ、調べたわけではないので何とも言えないですが、先に、つづれ折りがあります。あそこも自動車の性能を見るのがものすごくいいんですけども、ここをどんな風にクリアできるのか。ああ、もう普通の道路ですよ。でね、しかも今ね、結構ね、車にですね制御が入るんです。ステアリングの制御は、これ見事ですね。ステアリングの制御がねクッと入るんですよ。でその時に嫌味じゃない制御です。ああ、これスバルの、テストドライバーの味付けなんでしょうね。いい感じですよ。グッグッグッって入るんじゃなくてスーッと入ってきますね。もうちょっと時間あるかな、ちょっと降りてきますか。ちょっと下りでね、少しさあ、さっきの同じところを今度下っていきます。よく先を見ながらね、こっちは 見通し悪いですから。シュンシュン、ここでセンターラインがいきなりなくなるんですね。ね、ですから車っていうのはこのセンターラインも見てますんで、いろんなこう車に先制御が入ってきたんですけど、邪魔にならない制御でしたね。スーッと正しいところを通そうとしましたね。あー気持ちいいです。この曲がり方気持ちいい。グッと掴んでます。スーッとこのノーズがスッと入る感じ分かります。これはね、今初代のレヴォーグに乗ってる人でも、なんていうんですか、今自分の乗ってる車は最高だと思ってきっと乗ってらっしゃると思うし、あれもものすごくこの、いいソーダ応答性を持ってるんですよ。真っ平のところではこのソーダ応答性を持ってるんですけど、やばいですね、後ろのタイヤのですね食いつき方がですね全然違うんですよ。グッて、動物みたいです。動物が足をこうグッて地面につけるような、そういう深い乗り味の良さを持ってるんですよ。こいつはね、地上をただするだけじゃわからないと思います。実際に飼い主になって飼ってみて、毎日餌食わせながらたまに遠出したらですね、あーこれかって思うと思うので、買い替える余裕のある方はですね、ためらう必要はないので、本当にためらう必要ないです、これ。今、査定がね、結構いいじゃないですか、レヴォーグ。ですから、こういう査定のいい時に、思い切って塗り替えるといいと思います。だいたい今、スバル車全般的に査定がいいですからね。レヴォーグだとかフォレスターだとかインプレッサの STI スポーツだとか、XV の106、 XV の E ボクサーね、そういうのとですね、乗り換えをね検討されるといいと思いますよ。まああとはこ
これはまあ全然別の話になって、この新車乗りながらね言うのはね、申し訳ないんですけども、あのこれにはマニュアル車とかがないですし、昔のようなですね、あのソリッドな何も電子制御があんまり入ってないような車っていうのがもう今は手に入らないわけですよね。ですから逆にその頃のものがいいって思ってらっしゃる方が多いので、以前のレガシーの BP ですが、もっとその前のものとかですね、あとインプレッサの WRX だとか、また乗りたいなって思っているんですが、めっちゃくちゃ多いですね。でただ一つ気をつけられた方がいいと思うのは、あの今も実はですね、僕は思うに完全にバブルです。でそのバブルはなぜかって言ったら、こんな売ってて言うと申し訳ないんですけども、あの自動車業界は他の業界の方に大変申し訳ないんですけれども、やっぱり自動車がないと今はあの大変辛いですよね。どこも行けないし、で、自動車買いたいんだけど我慢してて、もう限界に来てらっしゃった人たちが、あのお金がやっぱり使えないっていうこともあって、少し今までなら許してくれなかった大蔵省が車いいよって言ってくれるっていう環境に少しなって、救われてる点は絶対あると思うんですよ。で僕もそれは思うので、できるだけあの適正な価格で適正な整備をしてお車をお渡ししたいと思って頑張ってきたんですけども、まあ随分ね、売るのがもう苦しかった時代がもう 5,6 年続いてたんですね。でそれがですね、その頃に持ってた車がこの1年間で全部売れてったと思ったら、もう全然入手ができないと思ってふと見たら、新車よりも高くなってるのがいっぱいあるんですね。でもう愚の骨頂というのが 22B というやつですよ。で 22B は あんな価値があるもんじゃないんですけども、ストーリーがあるので値段がドンと上がって何千万っていう風になって、それであの初代インプレッサの WRX も引っ張られていく。でこれ今持ってる人たちはそれを大事にした方がいいと思うんですけど、今はもう買う時じゃないですね。我慢した方がいいです。そのうちバブルが弾けて、こんなことはなくなると思います。異常ですよね。ですからあのバブルの時っていうのは何でもそうですけど、後で振り返るとビューンって触れて戻ったところは、大概グラフ値でいうと元の上昇していく延長線上に、ね、下がるものもあれば上がるものもあるんですけども、だいたい人間誰でも上昇していくっていう夢を描きますよね。で上昇していくところの延長線上にストンと落ちてくるっていうのが僕の持論だし、そういうものだと思うので、異常な価格のついてるね、あのなんか相場師たちが触ったようなあのスバルのターボ系の車には手を出さない方が賢明だと思います。無理にあの焦って買う必要はもう全然ないです。ぜひね、それともう一つは、今持ってる人たちは逆にそんな状態ですからね、自分が買ってきて自分の愛情をあの注いだ車だったら大事にねしてあげたらどうかなということをふと思います。ね、ぜひ、そんな話が今日の晩酌のお供になったかどうか分かりませんが、今日の動画の一部としてご紹介させていただきました。2日間イベント大変忙しく過ごさせていただいて、今日もいろんな差し入れありがとうございました。明日からもまたよろしくお願いします。